アルベマール軍はアメリカ合衆国バージニア州の中央部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は98,970人であり、2000年の79,236人から24.9%増加した。軍庁所在地は独立市であるシャーロッツビル市であるが同軍には含まれていない。アルベマール軍で 人口最大の町は国勢調査指定地域であり、バージニア大学の敷地があるユニバーシティオブバージニアである。アルベマール軍はシャーロッツビル大都市圏に属している。アルベマール軍となった地域にヨーロッパ人が入ってきた時、そこの住人はサポニ族と呼ばれる数ゴ族インディアンだった。1744年、バージニア植民地議会がグーチランド軍北部から アルベマール軍を設立した。軍名は当時バージニア植民地の肩書総督だった第二大アルベマール伯爵ウィレム・アンバン・ケッペルにちなんで名付けられた。当初は今よりも大きな領域だったが1761年に分割されてバッキンガム軍とアマースト軍が作られ、軍庁所在地は元の領域の中心にあったスコッツビルから 新しい領域の中心に近い場所に移され、シャーロッツビルと名付けられた。アルベマール軍内のシャドーエルで、第3代アメリカ合衆国大統領のトーマス・ジェファーソンが生まれた。ただしその当時は、グーチランド軍に入っていた。ジェファーソンが居住したモンティチェロは、軍内にある。軍政府は選挙で選ばれる6人の委員で構成される、軍政委員会が統治している。軍の管理は、 委員会が示する軍執行役に任せられている。軍内の唯一の法人化町は、最初の軍庁所在地だった、スコッツビルである。非法人地域として、バーバーズビル、クローゼット、アーリーズビル、フリーユニオン、グリーンウッド、アイビー、キーン、ケスウィックなどがある。軍庁所在地、シャーロッツビル市が軍内に内包されてある。1871年から、 有効なバージニア州法の下で主として法人化された、すべての自治体は法を及び政治的に軍とは、独立した都市である。アーリーズビル消防署の消防車45、独立記念日のパレードで、クローゼット消防団の消防車52軍内には、警察組織が2つある。一つは、アルベマール軍警察署であり、刑事事件を扱い、警察署長に指揮されている。二つ目は、 軍保安官事務所であり、民事を扱い、選挙で選ばれる保安官が指揮している。救急サービスは、シャーロッツビル市のシャーロッツビルアルベマール救急隊、クローゼットの西アルベマール救急隊、スコッツビルのスコッツビル救急隊の3つが行っており、すべてボランティア組織である。軍政府もアルベマール軍消防救急隊が管理する救急サービスを行っており、 モンティーチェロ消防署とホリー・ミード消防署に駐屯する先進的救急車を運行している。消防活動は7つの消防団、2つの消防署、およびシャーロッツビル市消防署との相互援助契約で行っている。シャーロッツビル・アルベマール地域空港も空港救急部を維持しており、空港職員がスタッフである。航空機の緊急時には軍の組織の援助を受ける。 4つの消防団は日中に消防署の補助を得ている。2つの消防署はアルベマール軍消防救急部が管理している。ここには24時間、週7日、常勤職員が駐屯し、補助的にボランティアスタッフがいる。今後消防署を2つ増やす計画があるが、経済的不況のために中断している。アメリカ合衆国国政調査局によれば、 軍域全面積は726平方マイルであり、このうち陸地723平方マイル、水域は4平方マイルで、水域率は0.49%である。リバナ川が軍内に発しており、昔から重要な交通路になってきた。以下は2010年の国勢調査による人口統計データである。アルベマール軍公共教育学区が軍内の公立学校を管轄している。 その中には、シャーロッツビル市内にあるチャータースクールのマレー高校が入っている。教育委員会と監督官が教育学区を管理している。多くの私立学校もあり、アルベマール郡と周辺地域から生徒を受け入れている。シャーロッツビル市内の私立学校に通う生徒もいる。モンティチェロ、大統領かつ州知事を務めたトーマス・ジェファーソンの邸宅アッシュローン、ハイランド、 大統領ジェームズ・モンローの邸宅、ありがとうございます。